はい、こんにちは、小林クニードです。今回は対談になります。お相手は日本を代表するプロゴルファー、川村正浩選手になります。別名、旅人ゴルファーとも知られるですね、今、日本で唯一ですか、ヨーロピアンツアー、欧州ツアーでシードを持っている選手という、まあ、日本を代表する若手ゴルファーになるんですが、今回は彼からまあ、ゴルフスイングとかではなくて、どういう、まあ、メンタリティ、マインドセットで海外で戦っているのか、また、ここまでどういう道のりを歩んできたのか、このあたりをですね、ぜひ掘り下げてみようというふうに思います。ゴルフとビジネス、ジャンルは違いますけれども、必ず何か皆さんのヒントになるところあるんじゃないかなと思っているので、ぜひご覧ください。このチャンネルは私、小林クニードが月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅とかビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったら、ぜひポチッとチャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは対談スタートです。どうぞ。というわけで、今日は日本で唯一ヨーロッパツアーのシード選手、川村正浩選手です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、簡単にご紹介すると、今、川村君は何歳？自分は27歳です。27歳。で、日本ツアーで1回勝ったんですよね。はい。パナソニックを。20歳の時に勝ちました。20歳の時に。はい。で、25からヨーロッパツアー。25からですね。25歳からヨーロッパに。前からアジアツアーを出てたんですよ。はい。アジアツアーを出てて。並行して出てたんですけど、日本と。はい。で、実は僕は川村選手とはほぼ日本で会ったことがないって初めてに近いぐらいですね一回ほら、北海道で寿司食った時があって、はい、でその後はタイは行きました。タイ料理食べて、はい、パポンカレー、パポンカレーで、シンガポールで火鍋食べてますよね、はい、で、あとオーストラリアでステーキ食べてるんですよ。あの、なんだっけ、トマホーク、はい、そうです。パース食べて、これ全部ちなみにアポなしですよね。たまたま当日たまたまタイミングで偶然同じところにいると、はい、そうです。で、去年は実はですね、この川村選手と1週間一緒に男2人で、うん、もっと行ってたんじゃないですか。1週間10日ぐらい10日近く、はい、多分ローマで合流して、はい、あの時どこ行ったんでしたっけ。ユーゴスラビアを回る旅、回る旅、全部セルビア、ボスニア、ヘルツェコビナ、スロベニア、クロアチア、はい、もうちゃんと名前覚えてない。コソボ、北マケドニ ア、で、コソボ行って、で、アルバニア行って、で、帰ったんですよ。帰りました。もうあれから1年ですよ。そうですね。自分だけですね。海外行けてるの、ほんとね、羨ましい、はい、いつから行ったの。6月か。自分は再会がヨーロッパツアー最初ですね。最初始まらなかったんですもんね。ちょっと始まったんですけど、はいはい、1月、2月ぐらいは中東で試合をして、もう3、4、5、6、4ヶ月もう全部試合チャンスがなくなって、でそこからはもうずっとヨーロッパツアーで、7月に再開してから、最初6試合ぐらいイギリスでやるっていう発表で準備していったんですけど、はいはい、まあ、次々と試合ができていって、それすごいですよ、ね、まあ、まあ本当にすごいなと思います。6試合プラス何試合か多分できそうだよぐらいでいったのに、気づいたら17試合出てたんで、で日本で昨年最も試合に出た選手、そうですね、結果的に世界中で、はい、というのはアメリカツアーの試合が全然ないし、日本ツアーも全然試合がないから、はい、結果として一番やったのがヨーロッパ。そうですね、そういうことになるんですね。ツアーがバブルっていうシステムを作って、大会会場に入るときに PCR 検査を受けて、毎週受けるんで、ほう、で入ってしまうと、まあ、ゴルフ場と、まあ、ゴルフ場にホテルが併設してる会場が多かったんですけど、そうじゃないところも基本自分でレンタカーするんですけど、もう外に出たら出場停止っていう。え、じゃあホテルとゴルフ場以外の、まあ、寄り道して、例えばケンタッキー行きましたとか、まあ、まずバレないと思いますけど、万が一にでもバレたら出場停止になるんで、結構厳しめでしたね。そんなにですか。え、でもじゃあガソリンを入れたりしないといけない時はあるわけですか。まあ多少あったんですけど、それも一応ツアーに言って、あ、できるだけ車から降りずに入れてくれとか、まあ、多少のこれいいのかっていうのはありましたけど、はいはい、まあ、本当に厳しくやって、もう完成した時のマニュアルもなんか50ページぐらいあるような、はいはい、こう E メールで送られてきて、もう本当完璧に、マニュアル作ったりするの得意なんですよね、多分ヨーロッパとかで。なんかそんな気がしました。日本とすぐできるかなみたいな、なんかすごいなと思いました。ヨーロッパ行ってて、これなんか LINE してたらキプロス行ったり、はい、なんか来たじゃないですか、はい、キプロス行ったことありますかとか、なんとか、そうです、そうです、
南アフリカも行きました。南アフリカも行きました、ね。それは飛行機もじゃあチャーターに。いや飛行機は自分で各自取っていただいて。あ、そこは OK。はい。あくまで試合会場の間は自由行動です。自由行動。もう入ってしまうと PCR 受けて陰性でバブルに入るともう出れない。ああ。今回その17試合の中で脱落した人もいるんですか。感染で脱落は聞かなかったですけど、はい、どんくさいやつがあのホテルの外に飯食いに行って警備員にバレて出場停止になって彼はこういうことしたんで出場停止になりましたっていう見せしめ付きのどの国の選手だったんですか。アメリカ人ですね。イングランドの試合で、しかも最初の方だったんですよ。2試合目か3試合目ぐらいでまだまあいいやろみたいな感じで出たんでしょうね。でも本当厳格なんですね。そこはしっかりやってましたね。で、無事1シーズン終わって、はい、で、ちょうどこれがオンエアというか流れてる頃にはもう日本にいない可能性がある。はい、もう1月16日にドバイに出発するんで、あ、まあ、そんなことで1年間よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ今日はちょっとですね、あの私の YouTube チャンネルなんでぜひ仕事という観点で、まあ、川村さんにいろいろ聞いていこうということで、はい、まあ、いくつかご質問用意してるんですが、まずなぜ海外を志向したのか。実際ヨーロッパツアーにいるのは1人だけなんですもんね。そうですね。もともと海外志向っていつから？自分の場合は14歳の時、中学生ですね。中学14歳ばかり集めた世界大会っていうのジュニアのジュニアの世界大会が一応フランスでエビアンの水のエビアンリゾートっていう、はい、今女子のメジャーになってるエビアンマスターズっていう試合のその前の週にジュニアカップっていうのが、なるほど、自分が14歳の時に第1回で、それが初海外旅行。いや海外それまでもアメリカ行ったりカナダ行ったりしてたんですけど、それジュニアの試合として、試合もですし家族旅行で行ったのはもう多分小6ぐらいなんで、まあ、試合でちょこちょこは行ってたんですけど、そのフランスのエビアンリゾートでやる試合になんか日本代表みたいな感じで行った時にめちゃくちゃ感動して、はいはい、これが運命の分かれ道。そうですね。あそこに行ってなかったらヨーロッパっていうことに気づかなかったんで、ゴルフって日本だとアメリカツアーは、まあ、マスターよく知られるところですけど、全米オープン、はい、そうですよね。ヨーロピアンツアーって言われても結構本当にゴルフ知ってる人じゃないと割とピンとこないんじゃないかなっていう。当時はまだ数えるぐらいしかいないんですもんね、ヨーロッパツアー行ってる日本人って。まだ本当に少なかったはずなんで、ニュースにならないですし。なるほど。けど、まあ、フランスのそのエビアンリゾートでそういうすごいアルプスの景色のいいところで、あ、こういう景色でいいところでやるんですよ、はい、そうですね。で、カンロダンとかって実際こうやってどこを旅したって話しても、はい、結構僕土佐回りなんですけど、ゴルプロゴルフ結構、はい、いいところでやってます。そうなんですよね。スイスとかリゾートでやることが多くて、なるほど。そこがきっかけですね。ちなみにその大会はどうだったんですか。その大会自分、まあ、個人が優勝して団体も優勝、日本団体が優勝して。え、当時出てたジュニアで今活躍してる選手ってどの辺がいるんですか。今アメリカチームその時来てたのがジョーダン・スピースとジャスティン・トーマスジョーダン・スピースってマスターズか。はい、そうです。メジャーチャンピオンですね、今2人とも。あの2人を倒した。そうなんですよ。その時上手かったんですよそこからどうしたのか分かんないですけど他にはもうでもアメリカのその2人ぐらいしか覚えてないですね。でもまあ後から知ったんですけど、そのプロになったぐらいに、あ、そんなもんです。そのジュニアの試合の懐かしいねって出てきて、そしたらその2人で、ああ、そんなすごいやつ来てたんだってまあ感じで知ったんですけど。え、当時はじゃあ言葉はなんと。当時はまあ英語、まあ、中学2年生なんで習いたての片言、片言で、まあ、今も変わんないですけどね。え、でも結構普通にこなしてますもんね。まあそうですね。ホテルの手配とか、はいはい、まあなんか、まあその当時も今も勢いで喋る感じなんで英語とか。なるほど。あんまりボキャブラリーは変わってないと思いますけど。不安じゃなかったんですね。ワクワクだったんですね。不安じゃなかったですね。ゴルフって、まあ、ゴルフっていう言葉ももう英語なぐらいなんで、うん、ゴルフしてる分には別にあんまり言葉の感じなくて、なるほど、な、全然苦にならなかったです、ね。じゃあお金でヨーロッパを目指したというわけではないわけですね。全然そうです。その時の感動をずっと覚えて、こういうとこでゴルフがやりたいっていう。旅しながら、ね。はい。あ、まあもう本当変わらないですね。5歳でゴルフ始めましたけど。今ゴルファーってみんなそういう感じなんですか。いや、どこかから。が変人の方。変人の方。いつからか、まあ純粋にゴルフを始めたとしても、どうなんですかね。やっぱ旅しがいいとこ行こうとか。まあ、効率やっぱよく
なるほどね、稼げた方が、まあ、仕事としてやるなら、やっぱり経費かからなくて、賞金もいい、ね、日本ツアー、今ちょっと試合が減ってとか、まあそうですね、まあ、良くない、ネガティブなニュース多いですけど、それにしてもまだまだ全然世界的に見たら、一つのこんな小さい国で、こんなにいっぱい試合あるってすごいことなんで、確かに、まあ、日本でやった方が、仕事としては多分いいと思うんですけど。じゃあプロゴルファーが全員が全員そう思ってるわけでは全くないわけです。ないと思います。そうしたくてもちょっとできなかったりとか。でもたまたま自分が頑張ってジュニアの日本代表になって、そこで運命があったと。だから旅してみたら、その先で発見があったと。そうですね、その14歳の時のそう思ったことをずっと、まあ、ブレずに言ったってことですね。全員が全員プロゴルファーがそういう思考してるわけじゃないと。うん、ただ、田村君の場合はやっぱり海外へ行って、そこでの出会いが人生を作ってきた。そんなところですね。なるほど。で、実際にジュニア高校を卒業してもプロ転校するわけですよね、はい、大学行かないんですか。行かなかったですね。高校3年生の時にまずはまあ日本の予選から向けて、うん、そこからスタープロ生活がスタートしました。それももう大学行くよりは早くそういう海外に出たかったっていう感じですか。もうそこはすんごい悩んで、あ、まあ、その14歳で初めて行ったのがフランスで、その後高校生でナショナルチームに入れたんで、はい、そこでまた世界アマチュアだったり、その時ブエノスアイレスだったんで、アルゼンチン、アルゼンチンに世界アマチュア、だからアルゼンチンビーフが、そうなんです、詳しかったんですよ、ちょっと。だっていつも川村君から勧められるステーキ屋って、ほら僕もたまに LINE で聞くじゃん、どこか知らないお店、大体出てくるのアルゼンチン、アルゼンチン系、アルゼンチン知ってたもん。あ、まあ、なんかその いろいろ行くと、うん、まあ、もちろん海外でやりたいっていうのは消えないんですけど、もっと上手いやつがいっぱいいるんですよね。今も高校2年生とかで世界アマチュアだったりアジア大会だったり行きましたけど、それに出てくる選手って自分より3つ4つ上の大学生ばっかりで、こんなに上手い人がまだいて、その時は優勝できなかった。全然です、全然です。優勝争いに絡むこともなく、まあ、団体だと小平智プロと一緒に行ってたんですけど、団体戦もそんなに上位に行くこともなく終わって、もう全然自分が通用しない。でプロになってもまだなんかアマチュアで大きい全米アマチュアとかそういうのに出てからでも遅くないんじゃないかなとすごい悩んで、行くなら日本の大学っていう選択肢は一切なくて、アメリカの大学でもっと強い選手とアマチュア競技をやってからでもいいんじゃないかなと思って、すごいそこは悩んだんですけど、やっぱりそういう環境に置くという感じですね。そうですね、もっとレベルアップしてからプロになってもっていう。今ではそういう日本人のゴルファーって多いんですか。まあ、自分がその年代の時よりはアメリカの大学に行ってる日本人いるんじゃないですか、ね、普通になってきてる。まだでも普通って言われると日本の大学に行ってる子の方が、高校生で有望で高校の時にもうジュニアで優勝するような選手がアメリカの大学に来ましたみたいな、あんま聞かないんで、まだあんまりスタンダードじゃないかもしれない。なるほど。最初のフランスから始まってアルゼンチンとか、また行った国がいろいろバラバラだから余計ある。そうですね、海外志向の仕事もまあ、韓国とか近場の国も多かったんですけど、たまアルゼンチンとか行ってるんで、そのやっぱ面白いなっていうのは感じてましたね。実際プロ転向されてアジアンツアーにはもう最初の頃から行き出すわけですよね。アジアは何年、実は1年目のシーズンはもうきっちり日本に集中して、運よくその1年目でシード10代で出てシードが取れて、で翌年も日本ツアーにシード選手として出るっていうところで、勝った試合が2年目に優勝したんですけど、パナソニックオープンがそのアジアンツアーと共同開催の試合。ああ、なるほど。もともと海外でやりたいっていうのがあったんで、あ、もうこれは巡り合わせだなというか、運命。もう予選会とか受けずにいきなりアジアンツアーにシード選手として参戦できるんで、その優勝の資格で。でもそれはめっちゃ大変なことなんですよね。日本行ってこっちで仕事とか試合してまた戻ってきたり、時差もある、はい、気候も違うわけじゃないですか。そうですね。なんで21歳の年にその生活を、はい、まあ、スタートするんですけど、行ったり来たり。なんでまだ若いんで、わけわかんないんで、出れる試合全部出たいじゃないですか、がむしゃらに、はい、なんで一回フィジー行って、ロンドン行って日本帰って試合して、フィジー行って日本帰って試合して、スイス行って日本帰って試合してっていうのを1年間でやった時があって、その年ですね、21歳に。聞いてて羨ましいなって。そうなんですよ。ゴルフをするんで、ね、超辛いですね。時差ボケもあるし、めちゃくちゃ行きたくてウキウキして行ってるんですけど、やっぱ体は壊して、
あ、壊したんですか。やっぱりそこからちょっと、まあ、2年ぐらいはなんかどっか腰痛いとか首痛いとかじゃなくて、内臓的なというか、あ、そうなんですか。ちょっとめまいがするとか、今考えればそれは無茶だったなと思いますけど。でもアジアンツアーって皆さんあれですよ、いろんな国でやるんですよ、うん、どこでやるんですか。ベトナム。ベトナムもやってましたし、フィリピン、はい、フィリピン、東南アジアほぼ全部制覇してるんですよね。ほぼ行ってますね。バングラとか。バングラも行きましたね。だって一時インドにハマってましたもんね。インドは、でも今でもインド好きなんで。なるほど。インドはいいところです。じゃあアジアンツアー、それが3年ぐらいですよ。4年、5年やったんじゃないですかね。往復往復、日本とアジアと、まあ、日本でもシード権が取れるぐらい賞金を稼いだら、アジアの順位を少しでも上げて、でもそのアジアの順位を少しでも上げる理由が、あのスイスで、さっき言ったスイスの試合っていうのが、はい、オメガヨーロピアンマスターズっていう試合だったんです。あのめっちゃ景色いいとこです。景色のいいグランモンタナっていうあの地域でやる試合が、その時のフランスの景色とめちゃくちゃ似ててというか、アジアツアーで上位へ行くとそこに。そうなんですよ。アジアツアーのシード選手全員が全員出れるじゃなくて、上30人ぐらいしか。ヨーロピアンツアーとアジアンツアーのそれは共催だったんで、順位を少しでも上げとかないとそこに行けないっていうのがあって。日本からはいけないわけですか。日本はもう全然アジアだけで、ヨーロッパとも合算しても共同開催してなかったんで。じゃあつまりヨーロッパへ行くためにアジアへあえて飛び込む。そうですね、本当にアジアからヨーロッパっていうためにずっと日本はもうツアーカードシードを取るだけでもアジアに行って、アジアからヨーロッパに何とか行ってやろうっていう。アジアンツアーってもあれですよね、アジア人だけでいるわけじゃないですもんね。今もう本当アメリカの選手もいれば、はい、でもみんなじゃあヨーロッパの選手もいるし、お金目的じゃないんですね。もうモチベーションですね、はい、上へ行こうと。そうですね、アジアンツアーでずっといたいっていう若い選手は少ないんじゃないですかね。きついそこからステップアップしてやろうっていう気持ちはやっぱり、まあ、日本ツアーよりは少なくとも感じますね。なるほど。それが21歳、22歳ですもんね。はい、相当若いうちに海外のそういうタフな環境でやっぱり揉まれたわけですよね。まあ揉まれましたね。いろんな意味で、はい、ゴルフもそうですけど、その旅する、生活、ね、生活する、はい、だってなんかお月がついて全部やってくれるとかって世界じゃないわけですよね。でやっぱゴルフって経費自分持ちなんで、はい、チームスポーツじゃなくて、やっぱ結構一人で行きましたし、ビザの手配から航空券から全部自分でやるわけです。一応マレーシア在住の、はいはい、マネージャーさん、ずっとその当時からお世話になってる人がいて、航空の手配とか助けてもらいながらも、はい、途中からやっぱ自分でもやっていかない、楽しんでホテル探したりするのか、見ながらやるようになったんで、はい、結構それで。なんかトラブルありました。飛行機は一回、伝達ミスは一回ありましたけど。え、乗り遅れ。乗り遅れ。インドで、試合やった時に、ニューデリーから日本に帰る飛行機とかって、深夜便しかないじゃないですか。JAL だって、その当時そんないい飛行機乗ってないんで、わかんないですけど、まあ、どこ飛ぶにも結構深夜便多いですよね。インドは。インドから東行く時ですよね。そうですね。多分そんないい時間ないんですよ、夕方とか。夜中2時発とか。そうです。そうそうそう、わかりますよ。それをうまく伝達できてなくて、難しいじゃないですか。日付が変わった2時とかのフライトって、いつのか、木曜日なのか金曜日なのか、木曜日の25時っていう書き方が正しいのか、はいはい、金曜日の2時だとちょっと怪しいじゃないですか。わかる、なんかすごいわかる。そうなんですよ。それをまだその今のマネージャーさんとやり始めたばっかだったんで、はい、間違えてその1日ずれて、タージマハルにニューデリーから車でドライバーさんお願いして観光に出かけたら、道中電話かかってきて、ほうほうほう、どうしたんですか、今タージマハル向かってますみたいな、ワクワクして電話出たら、あの飛行機乗ってないよみたいな。一日そのあるじゃないですか、ずれて、まあ、間違えた。それはまあでもそれはなんかトラブルというよりもうお互いの伝達ミスなんで、この時はたまたまその同じ翌日ぐらいと乗れましたけど、はい、自腹で追加料金、もちろん追加料金、あれ結構難しいですね最初。旅慣れてない時代はもうその夜行便喧嘩しましたもん。それであの買い方じゃ不親切なまあでもその喧嘩でも揉まれてたそうです。そっからもうそんなトラブル一切ない。なるほど、はい、ロストバゲージはありました。ロストバゲージは、まあ、2、3回ありますね。キャディバッグ、キャディバッグは2回ですね。スイスから日本帰ってきた時に出てこない、日本に出てこない、うん、でも試合がなくてすぐには、あ、全然また着いたら先に送ってくださいので全然余裕だったんですけど、まあ、1回は南アフリカからアブダビ、去年ですね。ほう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 、エティハド、
南アフリカ航空、名前言っていいのかな、まあ、事実の事実なんで、直行便だったんです、ね、アブダビ行きの。にもかかわらず、キャディバッグだけ乗ってなくて、結局、まあ、次の日の夕方ぐらいに来たかな、さすが SA っていう、うん、SA クオリティって感じです、ね、そうなんですね、全然飛行機の機材とか全然何も普通なんですけど、あでもちゃんと届いたんです、一応届きました、試合にそれがなくてってことは一応、なかったと、うん、2回ですね、ゴルフバッグ。ただのバックパッカー旅行で、あのリュック預けて届かなかったのは1回あります、ね、バルセロナ結構美味しい場所で、そうしばらく同じ服着てましたもうあるあるですよね、それはビジネスマンだろうが、まあ、スポーツマンだろうが気にしないこと大事です。そうですよね、まあちょっとすいません、せっかくなんでいろいろゴルフビジネスの件もお話伺っていこうと思うんですが、はい、日本の常識、海外の非常識と、で自ら実感した同じスポーツでもこんなに違うなというのはゴルフでありますか。まあ、ゴルフ の, その試合会場っていう意味では、まあ、ゴルフ場のまあ芝が違うとか、そういう技術的な環境です。環境はもちろん違って、やっぱ日本ってどこも基本同じ芝生、うん、で、まあ、沖縄と北海道が違うぐらい、なるほど、ゴルフの技術面的にその部分が影響して大変だなっていうのは多少海外の方があると思うんですけど、はい、まあ、試合になってしまうと、まあ、正直4日間、基本ゴルフの試合って4日間やるんですけど、この木金土日の4日間っていうのは、まあ、世界中どこでも基本的にそんな感じですし、まあ賞金の大きい小さいありますけど、そこに関しては一緒、ゴルフのルールももちろん一緒、ゴルフするだけっていうので、そこは一緒だっていうふうに、まあ、思えるのも大事かな。なるほど、はい、環境に入っちゃったら、はい、もうそれをブーブー文句言ってもしょうがないわけです。そうですね、 もちろん小さいこと言い始めればあると思うんですけど、はいはい、まあ、送迎の車、ホテルとゴルフ場の送迎が海外の選手に対してもオフィシャルホテルに泊まってもらって送迎の車出しますとか、はい、日本はそんなこと一切しないんで、各自がレンタカーだったり自家用車でホテルを自分で予約してゴルフ場に向かうっていうのが、まあ、日本式なんですけど、まあ、アジアとかだとオフィシャルホテルっていうのをツアーが用意して、それでバスで最初の日とかね、バスで、まあ、場所によっては結構やばいところでやってますね。そうですね、銃撃されるんですよ、今インドで連絡が来て自分で試合に行けって言われたら、まあ、ちょっと、ね、無理かな、無理もあるなっていうので、その辺のなんか道路上の陥没に下手したらあまりかれないかなっていう、牛とかいっぱいいるんで、まあ、運転できないなっていつも思うんで、なるほど、まあ、その辺結構違うんですけど、ゴルフ場に着いてしまえばやることは一緒。例えばアジアンツアー、さっき話があってタイの選手とかいっぱいいるじゃないですか、はい、やっぱりヨーロッパツアーに適応できる人と適応できない人っています？いると思いますね。何が大きい違いなんですか？タイの選手っていうのが出たんで、タイの選手に限って言うと、ヨーロッパ行ってみんな結構強い選手挑戦して、あのシード取れずに戻っちゃう人が多いんですけど、寒さに弱いですね。あ、やっぱ寒くてもう嫌だって、灼熱の、そうなんですよ、なんて言ったって20度で、バンコック気温20度で寒い寒いなんていうことで、まあそれだけじゃないと思うんですけど、もちろん選手のレベルも高いしあると思うんですけど、もうあんな寒いとこでやりたくないって言ってた選手も何かいましたね。まあ寒いとこばっかじゃないですけどね、終盤9月10月なんかヨーロッパの試合は結構寒かったりする、秋めいてきて、はい、じゃあ技量以外のとこですね、結構環境の適応能力っていうのは、はい、じゃあ逆に今日本の選手が、まあ、事実としてあんまり海外で活躍してないじゃないですか。まあ少ないですよね。それはやっぱり環境適応能力ですか？環境適応能力よりやっぱり日本がいいっていうことですね。良すぎるね、やっぱり、まあ、今このコロナになっちゃって試合がなかなかできなかったりして、はい、まあ、今は全然海外の方がいいですけど、うん、まあ、日本で25試合ぐらい平常通りやってたりすると経費は全然国内移動でかからずに平均的に多い賞金額で やれるんで、やっぱり環境的にいいですよ、ね、でワールドランキングのポイントっていうのがあるんですけど、マスターズに出れるとか、あれも日本ツアーってすごい多いんですよね。結構他のツアーでも日本がやってる限りは日本でビジネスとかゴルフした方がお得なわけです、ね、はい、お得です。やっぱり日本でやっぱり賞金もいい中で体も楽でワールドランキングをしっかり上位争いして稼いで、それで世界ランキングを上げていって海外に行くっていうのがやっぱ王道の海外進出の仕方かなって。結構今だから僕は見てて、川村君が言ってるのと僕のビジネスの中で言うのちょっとあの偉そうに申し上げるわけじゃないんですけど、
ヨーロッパツアーとかアジアンツアーとかいろんなとこにこう、まあ、種まきしてたじゃないですか、はい、だから今こうやって日本で稼げなくて生活できなくても、はい、ヨーロッパがあるよってい う, こうリスクヘッジができてるわけですよね、まあ、結果的にそうなったんですね。でも、はい、5年10年いろんな環境に適応してきたから、はい、どこでも戦える自分にもしてあるっていう感じです、まあ、準備はこうできてたかなっていうメンタルですよね、はい、気持ちの面で何があっても、はい、牛が車にぶつかっても動かないぐらいの本当にちょっとやそっとのトラブルで実は私なくなりましたね。やっぱりそれはやっぱりビジネスにも多分通用しますね。やっぱりいろんな環境に早めに身を置いて、だって今からもアジアツアーとか、はい、あのロンドンフィジー往復とかできるはさもうできないですよ。そうです分かっちゃったんですよ大変さ、うん、今ならその試合のスケジュール見てこの無茶苦茶な移動は多分もう体的に無理だっていうのも分かるようになったし、まあそういう意味では無駄じゃなかった。なるほど。僕も結構 YouTube でいろんな人から海外どうしたらいいんですかとかっていう質問をいただくんですけど、やっぱり早めに環境を飛び込んでおくというのは一つですね、うん、そうですね。言ってみたら言うのは人間ですからね。そんな感覚急に感覚、まあ、違う動物となんかするわけじゃないんで、みんな人間って思います結構現地の人って助けてくれたりするんですか？助けてくれますね。アジアツアー最初行った時なんてもっと今よりもっともっと英語も喋れなくて、うん、なんかツアーに言われてしなきゃダメって言われてもなんかちんぷんかんぷんな顔してると思って、なんか周りの選手がなんか分かんないのかみたいな感じで代わりに言っといてやられるとか、なんか言ってくれた選手もいて、まあ、そういう選手とありがとうって仲良くなったりとか。なるほどなるほど、まあ、試合は試合で助けようとか、助け合うところもあって、まあ、優しい選手で一人すごい仲良くなったスリランカ人の選手、はあはあ、すごいやつでいろいろツアーで。何選手ですか？ペレラっていう選手です。ペレラ、はい、彼は仲良くなって一回その彼に会うためだけにスリランカに旅行しに行きましたなんでそれが自分のなんかすごい思い出です。コロンボに。ゴルフももちろんしたんですけど、ゴルフ以外もいろいろ一通り彼の運転で全部案内してくれて、めっちゃいい人。そうなんですよ。ゴルフで出会った友達とゴルフをしない旅もしてきたっていうのは、なんかすごい自分の何年前かな。じゃあ仕事を通じて世界でいろんな出会いをしてきたと。そう、それが財産ですね。いや、なんかそれが自分は嬉しかったです。だから今スペインに行ったらスペイン人の友達にどこにご飯美味しいとか聞けたりとか、マドリッドならどこみたいな。なんかそういう風なゴルフで知り合ったけどゴルフ以外のこと話せる友達が世界中にできたのは良かったですよね。財産だなと思います。そうだ、もう一個聞いてみたくなって、あの例えばアジアンツアーでもいいしヨーロッパツアーでもいいんですけど、例えばどこか行くか、韓国とか、はい、中国とか、はい、決して英語圏じゃない国の選手っていっぱいいるじゃないですか。います、ね、みんな英語ってどうしてるんですか？英語は意外と下手な人も多いですか？まあ、もう自分がその意外な下手な人なんであれですけど、まあ自分ぐらいはみんな喋れるんですかね。だから逆に言うと中国人選手とか韓国人選手、はいはい、英語がネイティブじゃなさそうな選手との方が自分は喋りやすいっていう、まあ、安心お互いからアメリカ人とかスコットランドの選手とかと喋ったらもう全然何というか分かんないけど、はいはいはい、もうわーって言われる片言の人は。でもみんな飛び込んでくるんですよ。飛び込んできますね、はい、恐れを知らず。別に英語知らなくてもそれは行ってから身につければいいっていう感覚なんですか？そうですか。でもやっぱり海外の選手はやっぱ母国にツアーがないんで、はい、日本みたいに立派な今日本ツアーだと韓国人の選手すごい多いですけど、なるほど、最初全然韓国語しか喋れなくて来るので、ね、うん、それでも来るんですね。全然来ますし、でも 1,2 年したらなんか結構喋れるようになったその適応力にいつもびっくりするんですけど、でもやっぱそうやってそっちがじゃあグローバルスタンダードですね。世界、そうですね、ゴルフの世界で見る限り、はい、みんな言葉を後回しにして、はい、まず飛び込んじゃうと行ってみるって、自分の国よりもレベルの高い大きいツアーが外ならば外に行くんで、やっぱそういう意味では、はい、日本は環境が良すぎるっていう、はい、これは行ったから分かる話ですね。はい、なるほど。あと次、まあ、ゴルフってビジネスですかっていうところで、日本と海外で感じる、まあ、スポーツビジネスとしてゴルフって成り立ってるんでしょうか、はい、このあたりはどうですか？自分がやっぱ選手なんで、そこにあんまり注目してこうツアー回ったりしてないんで、ちょっと感じてる部分がビジネスマンとして、はい、あの視点で見るのと、選手なんであんまその辺を気にして見てない部分はありますけど、
やっぱ日本より海外の方がうまく運営はしてるのかなって。うまいですか？運営がうまいっていうのは、まあ、今回特にこのコロナで試合に行ってきて感じたんですけど、はい、まあ、さっき話したようにその6試合最初ちょっとやってみようかっていう再開した試合も全部新しい試合なんですよね。はあ、スポンサーを新しく見つけてきてよ。もともとあって中止になったけど頼み込んで復活した試合じゃなくて新規トーナメントばっかりだったんですよ。へえ。それを作ってきて、まあ、とりあえず6試合イギリスばっかりで移動も車でできるようなとこばっかりでやって、それでもすごいなと思ったんですよ。日本だったらちょっと今そのツアーの状況的にスポンサーを一から探してコロナで中止になったんで6試合やってもらえませんかって多分ちょっと難しい気がするんで、でもその6試合もすごいのに気づいたら自分17試合出てますけど3試合ぐらい休んでるんで20試合近くそこから新規の試合がどんどんできてるんです。それまずやってみようって始めながら試合がだんだん増えてる。そうなんですよ。次のスケジュールは随時アップデートしますねっていう、そんな簡単にできてたろうなと思ってたらどんどんできていった。ヨーロピアンツアーのそのマネジメントっていうかやってるスタッフの数っていうのは根本的に日本に比べて多いんですか？多いと思います。絶対的に多いと思います。でも国籍バラバラなんですよね。バラバラです。イギリス人一応本土はイングランドなんで、はい、ロンドンのゴルフ場に本部があるんで、うん、まあ、イングランドイギリスの人多いんだと思うんですけど、まあ、いろんな人がいて、でもこういうご時世だからなかなか出張もできないでしょうし、はい、全部 Zoom とかを使ってスポンサーを作って、でゴルフ場とも話をつけて、はい、でどんどん入れていったと。そうですね。どこ行ったんですか結局？イギリス？イギリスの後にできたのが、スペインですね。それ言ってましたね。スペイン、ポルトガルやって、ポルトガル。スペイン、ポルトガルやって、またイギリスに戻って、はで、何試合かイギリスでやって、自分はちょっと体調的に気を使っていかなかったんですけど、イタリアもやりましたし、イタリアからキプロスに飛んで、キプロス。キプロスはもう本当新規で、こんな時に国すら初めてなんですか？そうなんですよ。ヨーロピアンツアー初開催だったんですよ。イギリス仲いいんですね、キプロスって。あ、まあまあまあ、そうですね。だからイギリスからも直行便あるし。ニコシアでしたっけ？ニコシアでした。ニコシアでですね。はい、本当そのリゾートに2週間缶詰だったんで、何も出れなかったんですけど、外には。2週間、2試合キプロスで。キプロス終わりに3試合、南アフリカ。まあ、南アフリカはサンシャインツアーっていう、もともと南アフリカツアーっていう。あれ、前も出てた。そうです、そうです。あるんで、そこのサンシャインとヨーロピアンツアーっていうのは年間何試合か共同開催してるんで、はいはい、そこは多分ツアー同士で話をして、なるほど、そこに行って、で最後ドバイの最終戦だったんで。ヨーロッパツアーというのかな、ヨーロッパ人、適応能力が半端ないです。そうですね。で、経済力もすごかったんですね、ツアーの財力というか。スポンサーついてない試合も結構あったんで。え、それでもやったんですか？イングリッシュオープンとか。持ち出し、そうです、持ち出しなんですよね。ゴルフ場とかどういう風にやってるのか自分がその辺ちょっと分かんないですけど、はいはい、そういう風に。今シーズンはほぼスポンサー付き、もともとはやっぱりこうガンブリースポンサーがあって、なんとかバルゼラマスターズとか、なるほどなるほど、なんとかポルトガルマスターズ、オメガマスターズみたいな、そうですね、そういうやつがあるんですけど、結構今回に関してはスポンサーがないキプロスオープン、プロスオープンに対してスポンサーついてなかったんです。でももう選手ファーストの視点でどんどん作ってくるわけです。作ってくる。貯金はまあもちろんすごい大きくはないですけど、はいはい、まあね、日本の平均的な試合と一緒ぐらいの賞金額の試合をどんどん作って、これすごいな。つまりこれはもう本当その場合行かなくてもズームとか駆使してそれだけ作れるってことですね。さらにあれ給付金みたいなのが出て、ほうほうほう、ゴルフの試合って予選落ちするとお金もらえないんですよ。そうですよね。すごい経費をかけていっても。けど今回の限り予選落ちしても最低15万円ぐらい全選手に手当が出たんですよ。やっぱホテル代とか、まあ選手とキャディーみんな同じホテルに泊まらないとダメだったんで、キャディーさんのホテル代とかはやっぱ選手が持ってあげることがちょっと今回に関しては多かったんで、その分を賄えるようにっていうので、はあ、その給付金みたいな制度で。毎試合支給して、そこまでやれる、お金そこまであるの、確かにすごいなと思って感心してました。本当でヨーロッパのじゃあ選手もそのどん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 試合が増えていくのはそんなもんだと思いながらやっていくってことですよね。目標、突然試合が現れるわけですよね。そうです、突然敵が現れたじゃないですか、はい、試合が現れて、試合が出てきて、でもそれに合わせて適応して、はい、
メンタルコントロールと含めてやってる。まあそうですね。タフですね。帰る選手は帰りますし、まあ何試合か休み休み。自分は結構日本に帰ると2週間隔離っていうのがあったんで、それはもったいなくて5ヶ月間日本に帰らずにプレーして、もう最後の方選手でもちょっと有名になってきちゃって、あいつまだ帰ってないらしい。あいつやばいなってなってましたけど、帰らずにやりましたけど、まあみんなちょっとアメリカなんかだと。マサイズクレイジー。そうなんです。お前はロボットかって言われました。こんなずっとオールして。なるほど。遠征して。国をしかもそれまたいでるってのはすごいですよね。そう。全部イギリスじゃないですもんね。はい、スペインが出たらアフリカが出たり、はい、よくそこまでできるなっていうのは。まあでも例年は結構飛ぶんですけど、はいはい、今回はやっぱりできるだけ同じ地域で。最低限の。はい。まあもう一つじゃあ質問です。選手以外で日本人が海外のゴルフ業界で働くとするとどんな仕事がありますか？選手以外。選手以外。ああ、でもこれ、日本だと、ここ重要なとこですよ。試合。マネーの。そう。お金になるか分かんないですけど、はい、日本だと試合をこうするのに、スタッフっていうのは結構、学連バイトとか。ああ、僕もやりました。ボランティア。キャディバイトとか、そうですね、ロープ張りとか、はい。ロープ張ったり。でこう選手がどこに行ったかを入力するのってボランティアさんも結構やってるシステムでツアーが成り立ってる。やりましたよ、学連バイト。やりましたよ、ね、懐かしい。言ってましたもんね。あんまりお金言っていいのかな、まあ、1万円ぐらいですよ確か。あ、そうなんですね。そんなもんですよ僕の、まあ、ボランティアと学連バイトさんも結構メインになってツアーを運営してくれてやってるんですけど、日本はテレビとか、ほうほうほう、例えばこの試合は日程じゃないですけど、そういうテレビ局が機材を持ってきて、もう撮影してそれを映す、うん、だからそれがまあいいのか悪いのか分かんないですけど、例えば日本ツアーがやってるインスタグラムにツアーのハイライトを載せれなかったりとか、まあそれ権利、放映権、自分はちょっとよく分かってないんですけど、そういうのがあったりするらしいんですけど、ヨーロッパってヨーロピアンツアープロダクツっていうのがあって、ヨーロピアンツアーがカメラ回すんですよね。ヨーロピアンツアーの子会社なんですかね。子会社なのか何なのか分かんないですけど、一応こう毎試合バスで、なんとかテレビのバスが来るんじゃなくて、それ撮影機材を持って。なるほど。ヨーロピアンツアープロダクツみたいな。もうツアーの中にメディアクルーがいる。メディアクルーがあって、それ彼らが撮るんですよ、全部設置して。それを各国のテレビ局が買ってるわけですか。多分そういうことになってるんだと思う。だから今、ヨーロピアンツアーはダゾーンで見れるんですけど、はいはい、ダゾーンって多分そういう。買ったりするのかなと思うんで、まあ、そのヨーロピアンツアーのそこのスタッフっていうのは、まあ、大体ずっとツアーあれもついてきますし、じゃあもしそういうメディア系の知識があれば、ね、今ひょっとしたらヨーロッパツアーで旅しながら仕事できるかもしれないと。そう、そのさっき言ったボランティアさんがここ行きました、グリーン乗りましたとか、やるフェアキープとかのチェックを言うと、ヨーロピアンツアーはキャディーさん、まあ、選手だけだった選手ギャリーさんにスタッツシートっていうのを渡されて、すんごい細かく書かされたんですよ。何百や百何十ヤードから6番ヤード、もう18ホールの全部全てを書かされてたんです、はいはい、1打目何で打って何ヤードと思ったやつを何で打ってどこ行ってパターを何フィートで何でとか、それ全部鉛筆で書くんです。全部鉛筆で書いてキャリーさんに提出したんですよ。結構大変だったんですよ、はい、これ大変だなと思ったんですよ。去年ぐらいからですかね、何試合かはちょっとリュック、大きいリュックで機材みたいなの持った人がマイホールティーグラウンドとボール落下地点にいて、彼らがずっとタッチするようにタブレットみたいな、タブレットみたいなので選手の服の色とかをみんなで共有して、今打った選手こんな感じだった、じゃあここに来ましたわーって走っていって、定点観察の人がいるんですよ、はいはいはい、ビットをして、じゃあ1ホールに 3,4 人いるわけですよね。そうですね。ティーグラウンド担当、ティーショットを打つところ、グリーンみたいな、そういう。結構な人数ですよね、やっぱり18ホール。それもじゃあ、もうツアーで引き連れてるんですか？それはツアーがやってるんですよね。へー。それは多分ボランティアじゃなくて、ちゃんとした仕事として。完全に興行として、劇団が回ってるのと同じような感じですね。まあ、面白かったです。キプロスなんて言ったら、ゴルフ場についてリゾートホテル以外に宿なかったんで。うん、その定点観察のお兄ちゃんとかも一緒にご飯食べてるんですよ、はいはい、だからそのカメラの人とか定点観察も動きのいいやつとか、ほうほうほう、もう寒いとこなんてもうフードかぶってスキルレベルが高い、やる気のあるやつと、そうなんですよ、なるほど、だからあいつ絶対
ゴルフ好きでこれ応募してやってんじゃないかなみたいな、すごい動きよくて、すごい一生懸命ゴルフ見てるのもいれば、もうとりあえずに座って、もう金だけのためにだからあれ、ゴルフ好きな人からしたらたまらない仕事です。結構この定点観察楽しいんじゃないかな。しかも今なら漏れなく宿泊地も全部選手同士です。あ、そうですね、今バブルのシステムのうちはだから、日本のボランティアさん の全然関係ないギャラリー整理の止まってくださいとか、お静かにみたいな、あれは結構ぶっちゃけ退屈だろうな、申し訳ないなって思う時あるんですけど、あの定点観察はちょっと楽しそうです。ずっとギャラリーできるようなもんで給料出るんです。それヨーロピアンツアーのホームページ調べたらリクルートとかで出てる可能性がある。まあわかんないですけど、あるのかもしれないですね。なんでツアーに関わる仕事は絶対日本より多いですよね。ってことは、もし現地へ行ってそれこそ飛び込んでみたら何か職があるかもしれない。あ、あるかもしれないですね。ゴルフ全くやらない人とか職員にいそうですもんね。なんでそういう感じなんで、なるほど、ゴルフは知らないけどあのヨーロピアンツアーの仕事を してる人とかもしかしたらいるかもしれない。どうですか皆様、ヨーロピアンツアーご興味あったらぜひネット見てみていただくと職があるかもしれないと。わかりました。こういう話はあれですね、行った人じゃないと知らない話ですね。そうですね、しないですしね、ウィキペディア出てもそう調べても出てこない、はい、また機会を見て反響がありましたら川村君とのこの対談第2弾したいという方があればぜひいいね押しといていただけるとですね嬉しいです。なるほど、すいませんちょっとだいぶ長引いちゃいました。じゃあ今シーズンも本当すいません、今日忙しいところ申し訳ないです。来てもらって四日市でこれやってます。そう四日市ですよ、はい、来ていただいてありがとうございます。まあ、そんなわけですいません、はい、長いはありがとうございました。じゃあ今シーズン頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、以上川村プロとの対談でございました。いかがでしたでしょうか。ただただ尊敬しかないんですが、もう10代の頃から海外で戦うということをイメージして一つ一ついろんなチャレンジをしながら自分自身をね、その世界に適応していったこの姿、これは私はゴルフとかビジネスというのは関係なく皆さんに必ず参考になる姿じゃないかなというふうに思いまして、今回対談をご協力いただいたという形です。特にね、若い方にぜひ川村プロのこの姿を見て、一人でも多くの方が世界チャレンジしようというふうに思っていただければですね、私もこの上なく幸いというところでございます。ぜひこの動画を通じて勇気を持っていただき、今年少しでも多くのことをぜひチャレンジしていきましょうという形になります。また例によってちょっとでも参考になることありましたら、いいねとですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして私、小林邦弘がプロデュースする美容オイルブランド、声優と私になります。サステイナブルな社会を目指して、世界を目指してですね、皆様、消費者の皆様に、上質な美容オイルをご提供しながら、アフリカをはじめとする地域社会に少しでも多く還元していこう、こういう思いを持って作ったブランドです。で、実際この旅するビジネスマン、私もですね、持ち歩きたい、こういう思いを持って作っているという形になります。概要欄にリンクを貼っておきますので、もしよろしければご覧いただき、そして手に取っていただけると嬉しいです。特にこの冬場、今本当乾燥がすごいので、これは女性だけでなくですね、男性の皆さんにもぜひ手に取っていただけると嬉しいなというところになります。こちらもよろしくお願いします。以上です。最後までありがとうございました。